どうもベタです。パーサカやっていきたいと思います。今日、イベント来ましたね。イベントはまあどっちも来たんですけども、ガチャの方がスゴ冬第1弾ということで、スペシャルステップアップガチャ来ましたね。でパーサカにもついに、BSR1 枚確定が来ました。で、まあこちらのガチャ引いていきたいと思いますが、初回3回目も SR 以上1枚確定ということで、結構有料なガチャではないのかなと自分は思っております。で PSR ちょっとかぶってほしくないなと思っておりまして、詳細を見ていくと、でパワースター初回は30個ってことは6回で280個ですね。280個で回せます。で、もう排出停止になったんですね、この4キャラ。まあこの4キャラは正直、でも大卓は、大卓って読むのかな、大卓は俺結構初め使ってたはずなんですよね。まあでも今はもうミサちゃんかアンジョかな、使うとした守護神では。まあしょうがないっちゃしょうがないと思うけど、大卓使ってる人は結構いたんじゃないですかね。アツカとかはもう本当に誰がど根性つけるねんっていうレベルだったんですけども、まあ大卓はちょっとね、まあ PSR この4体誰も持ってないんでちょっと悲しいかなっての。まあ PSR そんなにコレクターではないので、まあ欲しくはないんですけど、大卓ぐらいは持っておきたかったなと自分は思っております。で今回自分の狙い目としましては、 SR はちょっと静盛が欲しいですね。静盛ちょっと持っていないので、静盛も、取りに行きたいです。で PSR は矢部坂、北野、誰がいいかな、壁かな、そこら辺が来てくれるともうSR プラス5ができておりますので、自分はいいかなと思っております。では回していきたいと思います。では1回目とりあえず SR 確定いきたいと思います。さあどうかな、お、まあまあ SR 確定ですもんね、これは。そりゃそうだ、1枚かな、1枚か。ちょっと確定でもいらないかな、これ。ちょっとせめてね、2枚3枚出てくれるとおーってなるんですけど、颯くんですね。颯くんは PSR 持ってますので、ちょっと解放、今回のどっち派で、PR 引いて解放して食わせるか何かしたいと思います。では2回目いきたいと思います。この辺で PSR もし出てくれると自分的には、ちょっとテンション上がるんですけどね。でどっちスタジアムもやる気出ちゃうっていうのもあるんですけど、どっちスタジアム今来てまして、ちょっと今回1位取れないかもしれないんですけど、ちょっと頑張りたいと思います。とりあえずはね。お、抜けましたね。 SR かな、まあ SR でしょうね。1000円室なかったし、暗転してほしいけど、暗転するのはまあそうですよね。これ持ってます、プラス50持ってるんで、もういずれかのミキサー行きですね。でもまあ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 、2回目は SR 確定じゃないのに SR 出てくれたので、まあよしとします。さあ3回目 SR 以上1枚確定、ここでPSR、 静森の SR、 静森の SR ください、お願いします。これが来るとちょっとドキッとするんですよね。まあ確定と分かっててもこれが来るとうってなっちゃうんですよ。あ、飛ばしちゃいました、すいません。2枚出ましたね。さあ静森来るかな、来い来い。あー来ない。いやでもこいつ48だったはず。あ、11条は50なのでミキサーですね。あ、違う、こいつも確かこの前50になったんだ、 PR で解放したわ。ミクモさん基本 PR、 SR 食わす、
たことほとんどないんじゃないかな。1回ぐらいしか SR 食わしてない気がする。ほとんど PR で開放しちゃったな、こいつ確か。まあミキサー行きですね、2人とも。では4回目、5回目。ちょっと、SR 確定ではないですが、出てくれたらテンション上がるのにな。来てくんないかな。お願いします。どうだワンワン、どうだ、抜けるかな。ああまあそうっすよね。 SR 確率アップも来てないのでまあしょうがないっす。うん、ちょっと PR の数が少ないかな。まあいいや。まあとりあえず気を、取り直して5回目いきたいと思います。いやーちょっと渋いかな。まあまあまあ、50のせめて SR 出るなら50じゃない SR の、PSR が50じゃない SR が出てくれるとちょっと嬉しいんですけどね。まあ颯くんは嬉しかったのでいいとして、まあ来ないっすね。まあ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 、静まり PR じゃなくて SR 来いよ。 SRSR で、まあここ静森以外 PR 全部50開放されてますね。いやこれはちょっといらないな。 PSR かぶりはやめてください。暗転でお願いします。これって博士演出出るんですかね。確定でも博士演出出るのかがちょっと自分わからない。まあ初めてなんで皆さん多分わからないと思うんですけども、 PSR ガチャ券を引いた際、まあ博士演出は出ますので、それと同じように博士演出出るのかな。さあ博士、久しぶりに博士見たいな。まあ PSR って確定なんですけど、博士が来てくれるとちょっとテンション上がりますよね。で2枚3枚抜いてくれるとすごいテンション上がる。あれ博士じゃねえじゃん。なんだよ、ちょっと期待したのに。さあ何枚、あ1枚か。ちょっと辛いな。いやーお願いします。あのかぶり以外でお願いします。かぶりならせめてアレン、ちょっと新しいやつのアレン見たいので。おなかなか自分持ってなかったんですよね。来たのちょうどいいっすわ。来たのはオフェンス固めするときに使えるので、そして来たの。まさか来るんあるんじゃないかな。違う、こっちだ。来たの。ちょっと入手順来たので、レアリティの逆から攻めて来たのさあ解放できるかな。4枚あるんですよね。4枚、プラゴ4枚、とりあえず3枚混ぜたいと思います。これで PSR50 はせめてできたいな。4枚ではさすがにできるでしょう。いやできてくれないと困るな。いやちょっと緊張してます。ちょっとどころじゃないです。かなり緊張してます。せめて48。さあおいできたの、50誕生してください。お願いします。あれ重い、あれ、あ行く、じゃあキャンセル押したのか、しょうがない、ミスった。じゃあ行きます。50来るかな。パン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 、まあ、これで自分は50確定したのかな。よし、これはネタになります。ちょっとネタでこれ混ぜてみます。これで解放したら笑えます。ちょっとどっかのパワープロの人みたいにね、 R で解放したみたいな。あ違う、これだった。違う、おまじない。3番目
おいで。あ、まあそうですよね。3番目。あれ？どこ行った？どこ行った？どこ行った？あれ？あれで？あ、おった。3番目。おいで。おいで。まあ来ないっすよね。まあ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 。解放は確定しておりますので、これで無事50できたかなと。うん、できましたね。できたできた。50。イエーイ。お、強化大成功。44、50、プラス5。プラス5はちょっと増えましたね、これで。で、これ得意練習プラス、得意練習？得意練習があって、筋力ボーナスがあるので、オフェンス固めするとき、こいつ結構、やっぱり、みんな主力じゃないですか。得意練習で、まあ、サクチャレで、自分はちょっと店50とアレン50頑張ったので、そちらを使うことが、まあ、前回のサクチャレは多かったんですけども、北の壁がちょっと P、あの、SR しかなくて、もし、次、まあ、なんかの機会で、壁くんが PSR 引けましたら、ヘキ君も、プラゴを待機しておりますので、プラゴ5体、4体、5体いるので、すぐ解放はできるはずなので、それが来てくれれば本当にオフェンスデッキも、サクチャレで、ご披露できるかなと思います。なので、まあ、これはちょっと今そこまで餌がないので、餌、無理だな。ちょっと今回はこれで終わりたいと思います。あれ？俺、スクショ撮るの忘れた。ミスったな。まあいいか。いいか。まあ、まあ、そうですね。ボックス中見せますか。あ、いいや。ボックス中見せましょう。ちょっと、今日か。今日、ツイッターの方でボックスを見せてほしいと言われましたので、簡単に、タラタラタラっと、まあ、見せていきたいと思います。得意練習？リアリティだな。まあ、ちょっと、PSR の数は、うん。この辺が余っておりますが、この辺も。まあ、どっち派走っておりますので、PR 大量に自分確保できるんですよね。で、PR で結構解放してて、PSR 持ってるものはほとんど解放済みというか、まあ、とつってないものがゼロっていう状態なので、被ってるもの以外は。なので、うん。そうっすね。で、まあ、相原も一応別バージョン出た時のようにプラゴは2枚置いてたり、まあ、いろいろしておりますので、まあ、こんな感じっすかね。こんな感じなんで、まあ、見せれたのはいいのかな。これで見せてることになるのかな。まあ、特に解説はする気はないんですけども、まあこんな感じです。ということで、まあ今日は北野くん引けたということで、お迎えできました。プラス5。うん、これで、何体目だ？ 40 体目かな、プラ5は。うん。まあ、うんしか出てこない。まあいいや。とりあえず、ご視聴ありがとうございました。今回はちょっとこれぐらいにして、また別の動画どんどん上げていきたいと思いますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。では、お疲れ様です。またお願いします。ベタでした。